いいですよ、先生も。かわいい。あ、いや、使える。ダメじゃない。こんにちは。こんにちは。坂田です。宮先生です。田淵です。はい。今日も行きますよ。行きましょう。はい。美味しいっていうのをね、調べてみて。アロイ。アロイ。まあ。以上で、ありがとうございました。ちゃんといつも通り行きましょうかね。あ、ちゃんと。アロイ。アロイ。巻き舌で。アロイ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 。これで美味しいっていう意味がありますけれども、うん、今日多分美味しいにもいろいろありますよね。辛くて美味しいとか酸っぱくて美味しい。すごい、自ら広げるようになってきた。いや、いいですよ先生。いいですよ、これいらなくなってきた。いいですよ。はい、寒かってみました。はい、ありますか。かわいい。辛い料理を食べて、うん、辛くて美味しいって言葉があるってこと。ありますね。カラゴイ。ペットですか？ペット。セープ。セープ。これはセープだ。これってイサンの言葉。イサンの言葉。カラゴイという方言で美味しいっていう意味の言葉なんですけれども、うん、あの発音的にはセープ。うん、セープ。これ英語で書くとは結構難しくて、人によっては S で書く人もいたり、うん、あと Z で書く人もいますね。うん、Z で ZAP とか。セープ、マイ、美味しい。日本語で美味しいありますね、うん、これ丁寧なんですかね。日本人が美味しいって言った時はとても美味しいです、うん、とても美味しいですかね。アロイマーカー。アロイマーカー。マークはとってもですね、うん、あとこれもあるかな。ロッチャーディー。ロッチャーディー。ロッチャーディー。ロットチャートディー。ロットチャートディー。はい、ロットで味がするとか、味っていう意味なんですね。ロックチャートで味です、うん、で、D は良い、なので良い味、グッテイストとか。そうですね、ロッチャーティーか。どういうシチュエーションで使うんですか。例えば、あの食事をして、例えば出されたものを食べて、はい、美味しいですか、どうですかって聞かれた時に、はい、はい、ロッチャーティーか。アロイではいないんだね。アロイか、ロッチャーティーマーか。そっちの方がいい、ね。そうすると、あのグッドテイストですよっていうふうに答えられる。かっこいいですよ。いいですね、ジェントルマンですね。そう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 。逆にあれはうまいっていう。うまい、あの簡単な感じですね。簡単な感じ、うん。今結構タイ人でもうまい使うよね。そう、タイ人が逆に日本語のうまいっていう言葉をもう理解して使っているので、今うまいで結構通じちゃって。うまみっていう人います。います、います。おうおう、味の素っていう製品なんですね。あれが宣伝でうまみっていう言葉をすごく押し出して、テレビでも宣伝したので、もうみんな知ってる。じゃあこういうのはどうですか。美味しいでっちゅう。ねえ、赤ちゃんの言葉で言えばいいじゃん。赤ちゃんあるよ。あよい。かわいい。ヤンミーみたいに。ラリルレロがまだ発音うまくできないから。あよい。あよい。あ、かわいい。これ使いたいな。これ使える。使える。美味しいでっちゅうってことで。あいや、使えるもう40歳になるわよ。はい、こういう人間の顔してみてたからね。そうそう、使えると思って。こういうキャッチーな方がコミュニケーションツールとしてはそう使えるんですよ。アロイっていうのを覚えてて、うん、その超丁寧なやつから両方ですね、覚えてるんですよ。一緒な考え方がいいね、もう俺のための番組だわ。でも良い前では分かんないでしょ。分かるよ、良い。でもご飯があったシチュエーションだったら分かんないな。分かる。ご飯がない時に、あ、良いって言っても、ちょっとよく分かんなくなる。それで乱発していいもんじゃないよ。いや、もう顔もやっぱ作らないと。やめてたじゃん。そうそうそう。あ、できてた、できてた。キモって思われない。幸せそう、ね、気持ち悪いと思われるが、うん、仲良くなってね、相手に笑顔を作れる環境下でボケましょうね、はい、それまではジェントルマンの方がやっぱりいいのでね、うん、最初言ったやつね、うん、まあ、こうやってね使い分けて、うん、場によって使い分けてコミュニケーションですからね、言葉はね。アロイからすごく腹が立ってましたね。
私友達と一緒だったら、なんかこれも使うよ。ラッ。何？ラッ。ラッ。ラッ。グッド。いい使う。いい。それは料理も物も。グッドっていい。グッド。なんかちょっと女の子っぽい言葉かな。はい。見せ合えば、ロイ。でも略語だよね。うん、短くしてる、ね。若者言葉って。そう。あと、赤ちゃんは、よい。それももらおうかな。それは多分好きな人いるんでね。よい。もっと言ってもらおうかな。いやいや。いいよ。